7mm から08レミントンはライフル実縫。1958年頃に開発された 7mm308 として知られるワイルドキャットカートリッジをほとんど直接コピーしたものである。名称からわかる通り、308ウィンチェスターの薬莢をネックダウンし 7mm 弾頭を装着できるようにしたもので、それに伴い薬莢の全長がわずかに長くなっている。 3 0 8ウィンをベースとした実報の中でも、2 4 3ウィンチェスターに次いで2番目に人気が高いが元となった。308はこれら両方よりも普及している。1980年にレミントンアームズ社が自らの名前を命名し、同社のライフルであるモデル788とモデル700の後継の選択肢として提供したことで普及した。7ト、mm、ルから08は、 工場相談の選択肢の幅が非常に広く、手詰めを行わない人々にとっても選択肢となり得る。重さ100から195グレーンの弾頭が使用できる。130から150グレーンの弾頭は、ほとんどの資料用に適しているが、長距離においては、高い弾道係数を確保するために、さらに重い弾頭を選択することになると考えられる。 構成によっては中型あるいはさらに大型の獲物や標的射撃に供するため154から195グレーンの弾頭が使用されることもある。通常 7mm から08では中程度の燃焼速度のライフル用火薬が最もうまく機能するとされている。7mm から08は弾頭重量の選択肢の幅が広くバーミント、主量、 メタリックシルエット射撃、長距離射撃などに適しており、同様にプレーンズゲームにも適している。長距離の標的射撃とメタリック、シルエット射撃においては、0.625BC で、プラスチックチップ付きの162グレーン A、マックス弾頭が非常に精度が高いとされている。この A マックス弾頭とシエラの150グレーンのマッチキングは、シルエットい手に人気がある。 7mm から08レミントンは、ミズリニア、大きく開けた場所を含めたほとんどの狩猟環境で使用できる。また、308ウィンチェスターや30から06スプリングフィールドと比べると、7mm というわずかに小さい小道の弾頭は一般的により良い弾道係数を持っているので、飛翔中に効力と応風の影響を受けにくく、 同等の弾頭重量においてはより平坦な軌道となる。そしてその軌道は270ウィンチェスターに匹敵するとされている。リコイルは243ウィンよりもわずかに大きいが、ほとんどの場合は308ウィンよりも小さい。このリコイルの小ささは年少者や初心者に向いているが、経験者やハンターにとっても同様に有用である。 シューティングインダストリーのハワード・ブランチは 7mm から08は、狩量においては何とも大当たりの商品である。北米や他の場所に見られる中型のビッグゲームすべてを効率的に仕留めるのに十分すぎる威力を持った最高の実報だ。と述べている。雑誌、ピーターセン、S ハンティングのエンバン・ザ・ウールは効率的な薬莢の設計と 北アメリカのほとんどのビッグゲームに適した弾頭重量の選択肢の多さのおかげで 7mm から08は狩量全般においては最高の選択肢である。リコイルも小さく軽量なショートアクションライフルに最適だ。また140グレーンの弾頭は308の150グレーン弾頭よりも500ヤード地点の標的に対してより早く同等のエネルギーを持って 着弾するため、メタリックシルエットで好まれている。と述べた。同様にイルクにとっては、致命的であるとも述べた。フィールドストリームのデビッド・イー・ペツェルは、7mm から08、乗り点は、非常に軽量なこと、方向爆風があまり生じないこと、用途に合わせた、弾頭重量の豊富さ、そしてその一流の精度である。と述べた。適切なロードの7ト、mm、ルから08は、 スウェーデン、フィンランド、ノルウェーにおいて、ムース量をするのに必要な条件にかなっている。この用途での 7mm から08は 6.55mm、757mm、757mmmr、30サベージ、303ブリティッシュや一部の、308ウィンチェスターや、270ウィンチェスターと比べても謙遜がない。適切な弾頭を使用すれば、エルク。 アメリカグマ、イノシシにもこの実報は有効である。しかし、7ト、mm、ルから08レムは3種の大型グマ、北極グマ、ヒグマ、ハイロングマや、その他のデンジャラスゲームに使用するには適していないということに注意しなければならない。身を守るために近距離でデンジャラスゲームに対して十分なストッピングパワーを要求される状況においては、さらに大きな光景で、 重い弾頭の使用が強く推奨される。熊の生態の専門家、スティーブン・ハーローは510グレーンの、458ウィンマグ、300グレーンの、375H&H マグ、300グレーンの、338ウィンマグ、220グレーンの、30から06が熊から身を守るために優れているとした。 アメリカ合衆国森林局のアラスカにおける調査を紹介している。7mm から08はメタリックシルエットいての間で非常に人気を高めてきている。2014年のハイパワー NRA ナショナルチャンピオンシップの調査によると、ハイパワーライフルとハイパワーハンター、ライフル競技療法において 7mm から08は3番目に人気のある光景であった。 7mm に可能なことはそれに匹敵する断面密度と弾道係数を持つ30口径にも可能である。しかし30口径の弾で 7mm 弾頭のものと同じように平坦な軌道を実現するためには約20%ほどリコイルが大きくなってしまうという落とし穴がある。7mm の弾頭は30口径と比較したとき 与えられたリコイルに対しては、エネルギーの電波と軌道という点で明らかに優れた射程性能を実現している。ゲームクラス VS6 インチの最大直線弾道距離7ト、mm、ルが同等の性能を持つ。30口径実報と比べて、リコイルが小さいのには、主に2つの理由がある。1つ目は7ト、mm、ルのある弾道係数と同じ係数を持つ。 30口径の弾頭はかなり重いこと。二つ目は、より重い。30口径の弾頭を、同等の速度で飛行させるためには、火薬の量が多くなることである。重い弾頭と多くの火薬の組み合わせによって、30口径のリコイルは著しく大きくなるのである。すなわち、同重量の弾頭を比較したとき 7mm から08はより良い弾頭特性を持っていると言える。 言い換えれば、7mm から08から発射された168グレーンの弾頭は、308ウィンから発射された168グレーン弾頭よりもドロップが小さく、風による偏差も小さくなる。断面密度対弾道係数ライマンのリローディング、マニュアルの開発に携わったエドワード・エー・マトゥーナズは、7mm から08レミントンは、優れた弾薬で、 308ウィンチェスターと効果的に張り合える。と述べている。ジェフ・クーパーは 7mm から08に感銘を受け、スカウトライフルで無条件サポートすることとした。真のスカウトは、308か 7mm から08である。とも述べている。139から140グレーンの 7mm から08は、150グレーンの308ウィンよりも通常は、 小さいリコイルで308ウィンに匹敵する良いエネルギーをもたらす。7mm から08は高い評価と実績を持つなら 57mm モーゼルとの弾道特性の比較を招くことがある。同じ重心長の現代のライフルにおいて最善の手詰めをした場合にどちらの実縫の速度が大きいかは、ケン・ウォーターズ、フランク・ビー・パトリニ、ジョン・ウターズ、クレイ・ハービー、 ボブ・マレック、ジョン・バー・スニスといったアメリカのライフルハンドローディングライターによって異なる。これはこれらの非常に似た実法の明確な差というよりも、個々のライフルの差を反映したものと思われる。1879年以来 7mm から08を使っているハンドローディングガンライターのレーン・シンプソンは 7mm から08と 757mm の弾道特性は同じであると考えている。 ジョン・バースニスは、さらに最近、手詰めされた 7mm から08と 757mm の、性能は、同一であると述べた。興味深いことに、ノルマは、短い薬莢の 7mm から08は 757mm と、比較して100150フィート、S 遅いとしているのに対して、156グレーン、オリックスのリローディング情報では 7mm から08、 は 757mm に比べて 16fps という無視できる程度の差しかない。2002年1月、ガンズマガジンのデーブ・アンダーソンは彼の気に入っている4つの 7mm 実縫を比較して、性能、リコイル、ライフルの大きさと重さ、ライフルの入手可能性、相談の入手可能性と選択、すべてを考慮すると、むしろ驚くべきことに、 勝者は 7mm から08レミントンだ。10年前、それどころか5年前でも、そんなことは言わなかったが。しかし、この性能の良い効果的な小さい実縫は、良いもので、長い間手元に持つことになるだろう。という結論を述べた。270ウィンポの比較は複雑である。例えば、クレイ・ハービーは 7mm から08が、弾道特性的に明らかに劣っている。 と述べている。レミントンアームズには1 4 0グレーンの 7mm から08が生み出す、速度2860フィート、S よりも良い2960フィート、S となる1 4 0グレーンのものが存在する。エドワード・エー・マ・トゥーナズによると、複雑になる要因として、270ウィンは工場相談がよく普及していない。速度がしばしば大幅に変化し、 広告の速度をはるかに下回る。ということを挙げている。例として、レミントンの弾道特性の表によると、ソフトポイントコアラクトの1 5グレーン、270ウィンでは2850フィート、S の重厚初速があり、200ヤード地点では1587フィート、S 残存している。さらに、性能の良い重厚初速2700フィート、 S, S の150グレーンのスラーパーティションの 7mm から08は200ヤードで1790フィート S、300ヤードで1525フィート S である。身長に高い弾道係数の弾頭を使って手詰めすることで270ウィンの大きな薬莢の利点を活かせるだろう。しかし、ジョン・バーアスニスは彼の妻が最近彼女のお気に入りであった この分野では似たような結果を持つ。270WCF よりも 7mm から08の反動がかなり小さいことに気づいたという。30から06を165から180グレーンの弾頭で作った場合、特に手詰めや高弾道係数の向上相談の場合は著しく強力となる。しかし、レミントンは30から0659グレーン PSP コア、 ラクトの300ヤード地点での残存速度を1445フィート S として掲載しているが、同じ距離での140グレーン7ミリメートルから 08PSP コアラクトの残存速度を1490フィート S として掲載している。1981年、ケン・ウォーターズは、レミントンの PSP のロードを見て140グレーン7ミリメートルから 08PSP について、 これによると150グレーンの308よりもあらゆる点で優れていると結論を出すべきで、レミントンの30から06150グレーン PSP とおおよそ同等の弾道特性となる。かなりの宣伝ではないか。と述べた。ボブベルはしか霊用、カリブーのハンティングの際に 7mm から08は、 驚くほど多くの人気の相談に匹敵するかあるいは上回っており、S それはそれらの利点が、マズルブラスト、リコイル、ライフルの重さに値するものか考えさせられるほどだ。と述べている。ヨーロッパにおいてもこの光景については、経済的な140グレーンの SPBT 弾頭のロードを販売している EN、パービパルチザンのような複数の真摯な支持者を見つけられる。 イギリスの弾薬ファンは特に WW に直後の280ブリティッシュの開発を指摘したがるが、これは皮肉にもアメリカに最終的に拒否されたものである。308ウィンチェスター、7.6251mm ナトウや30から06スプリングフィールドといったような軍用実砲を使用する武器の民間人による所有を禁止している国でも 7mm から08は人気がある。 7mm から08の人気は高くアメリカの資料用銃を製造するほとんどの主要な業者はこの実行用のボルトアクション式ライフルを製造している。短い重心での性能の良さから、サベージ、ブローニング、ウェザビー、レミントンは通常の重心長のモデルとともにカービン型のものも提供している。ブローニングは 箱型弾装式のレバーアクションライフル BLR のいくつかのバージョンとバーショートトラックストーカーと呼ばれるガス圧、作動方式半自動ライフルで 7mm から08用を販売している。レミントンアームズでは 7mm から08口径でモデル R-25 と呼ばれる DPMS 製の AR-10 を販売している。 サコ性製のティッカーライフルでもライフルのラインすべてで 7mm から08用のものを販売している。は、サベージの複数のモデルと同じように、ルガーは前のワイルドキャット実報用の少数のボルト式ライフルを販売している。同様に1 9 1 1ピストルで知られるキンバーも多くの 7mm から08ライフルを販売している。ありがとうございます。